リキッドスネーク、本名はイーライ。身長183センチ、IQ180、アメリカ出身のイギリス国籍。左耳にはピアスをつけ、首にはドッグタグ。顔や体格はソリッドスネークに瓜二つですが、肌の色はやや浅黒く、髪の色は金髪。彼は自身の運命を呪い、父親を憎み、やがて彼を超えるため、その意志であった理想郷の実現を画策していきます。なぜ彼は自分の人生を呪ったのか、なぜ彼は父を憎んだのか、そしてなぜそんな父を超えようと思ったのか。この動画では、そんなリキッドスネークの物語をどなたにも理解できるよう分かりやすく解説していきます。複雑なヘビ一族たちのストーリーも、この動画を見ていただければきっと理解できるはずです。お相手は私、恐るべき子供たち計画、レ・アンファンテリブルによるビッグボスのもう一人の隠し子、スパンダが務めさせていただきます。数ある動画の中から選んでいただき、誠にありがとうございます。ぜひ最後までお楽しみください。1972年、サイファーによる20世紀最強の兵士と言われたビッグボスのクローンを生み出す、ルス・アンファント・ストラベラス計画が始動。その成果として、ソリッドスネークと共に一卵性の双子として誕生したもう一人のヘビ。後にリキッドスネークと呼ばれることになる、イーライがこの世に生を受けました。サイファーの施設で兵士として育てられた彼は、非常に優れた資質を持ち、また、語学能力に長けていたため、工作員として戦地で非凡な才能を発揮。ですがある時、イーライは幼くして、自分がビッグボスという男のクローンとして誕生したことを知ってしまいます。自らが他人のコピーであるという運命を激しく呪い、そして憎悪していくのです。1979年、イーライはアフリカに渡った際にサイファーの監視下を抜け、消息を絶ちます。その当時から彼の服装は、すでに素肌にロングジャケットというリキッドスネークそのもの。この頃から裸族の道を突き進んでいたんですね。ジャケットの後ろには眼帯をした豚の絵と、英語で Never be game over。そして漢字で液体人間という文字が刻まれています。Never be game over。直訳すると、決してゲームオーバーにならない。つまり、まだ終わってない!後に彼を象徴するセリフが書かれているんです。眼帯をした豚はビッグボスならぬピッグボス。よく海外の映画で、この豚野郎!なんて表現がありますが、ファックユー的な意味合いに通ずることから、そんな思いが込められているのかもしれません。そして液体人間。直訳でリキッドヒューマン。彼がリキッドスネークの若き姿であるということが示唆されているみたいですね。ザ・ファントム・ペイン内でイーライの正体を想像するために重要なワードとなってきます。1984年、アフリカにて、自らをホワイト・マンバと名乗り、少年兵たちを統率。その中心的存在として、近隣で略奪を繰り返す日々を続けていました。小さな子供ながらにすでに指導者としてのカリスマ性を持ち、戦闘に関しての凄まじい資質と才能により、一般の兵士ですら難なくねじ伏せるほどの力を持っていたイーライ。彼がなぜサイファーの監視を抜け出し、自身の力で武装集団を統率していったのか。それは、自身の根底にある父親、ビッグボスへの深い憎しみのため。彼はクローンとしてこの世に生を受け、その事実を幼くして知ってしまいました。その胸中は察するにあまりあります。例えば、もしもあなたが自分の親のクローンとして生まれていたと知ってしまったのならば、自分の誕生した理由が軍事利用のためだということを知ってしまったのであれば、そしてそれが多感な少年期だったのであれば、彼は幼いながらに自身の存在意義に落胆し、悲しみ、そしていつしかその感情は父への憎しみに変わっていったのでしょう。憎悪の感情は悲しみの辛さから逃れる唯一の方法だったのかもしれません。父であるビッグボスを殺害し、自分が彼を超える存在であると証明すること。そうすれば自分が単なるクローンとしてではなく、イーライ個人としての人生をスタートすることができる。彼はそう信じて疑いませんでした。いや、そう思うことでしか自分を保つことができなかったのかもしれません。この当時彼は12歳。本来であれば、親の愛情を一身に注がれ、その温かさの中で育っているはずなのですから。父親の死。12歳の少年の心の中で育っていった負の感情は、ここをランディングポイントに設定し、サイファーの元から姿をくらましたのです。同年、イーライの前にビッグボスが現れます。ザ・ファントム・ペインエピソード23、ホワイト・マンバ。
笑やまさで展開している少年兵による武装集団を鎮圧するため潜入したもう一人のビッグボス。彼の影武者であるパニッシュとベノムスネークとイーライは初めてこの地でまみえるのです。何も知らないイーライからすれば憎き排除すべき相手である父親。彼はビッグボスの影武者ベノムスネークを父親だと思い込み、この出会いから最後まで自身の呪縛から解放されようとその小さな刃で立ち向かっていきます。お前の負けだよ坊主。しかしこの場でその目論みは失敗。逆にベノムに捕らえられてしまったイーライは彼の基地であるマザーベースで他の少年兵たちと共に保護されることになりました。マザーベース内での彼は心を開く様子はなく、名を呼ばれることを嫌い、子供として扱われることに激高し、ベノムをはじめマザーベース全ての大人たちに抗います。戦争という不条理極まれない理由のもとに自分が作り出されたという事実、そしてその元凶である父の統率するダイヤモンドドッグズ。ベノムが真のビッグボスではないということを知る由もないイーライは抑えることのできないその憤怒の炎を突きつけていくのです。やがてイーライは彼の憎悪の念に共鳴して引き寄せられた第三の子供サイコマンティスの力を借り、少年兵と共に武装放棄、ヒューイの力もあって修復したメタルギアサヘラントロプスを奪ってマザーベースから姿をくらましてしまうのでした。彼自身の理想の王国を築くために。中部アフリカの塩湖に浮かぶ島に逃げ込んだイーライ、彼はこの時生体虫と呼ばれる生物兵器を手にしていました。この生体虫とは人の生体に張り付き、人間の言葉特定の言語の発音を探知し続けることで交尾を開始するという特徴を持ちます。やがてつがいから誕生した何万匹もの子供たちは宿主の肺を食い尽くし死に至らせるというものです。虫には特定の種が存在し、例えば英語に反応する系統は英語株、日本語に反応する系統は日本語株というように、その特定の言語に反応する呼称で示されます。この虫はゼロという人物が作り出した諜報機関サイファーにおいて暗躍していた武装組織 XOF の指揮官スカルフェイスが生物兵器として作り上げたもの。以前ダイヤモンドドッグズ内でスカルフェイスやこの虫を取り巻く事件が起きた際、サイコマンティスはひっそりとこの中の英語株を奪い取っていたのでした。この虫は声変わり前の生態には定着せず子供たちには無害。イーライは逃げ込んだ島に英語株の寄生虫をばらまき培養、大人たちを島から追い出していくのです。塩水に弱いので島の外へ逃げ出すこともない生態虫。こうしてイーライは子供たちだけの帝国を築き上げました。さながらそれは1954年に出版されたウィリアム・ゴールデンの小説ハエの王のように見えました。小説ではハエに群がる豚の生首をハエの王と形容しています。豚の首の代わりにサヘラントロプスを祭り上げ、ウジの代わりに生態虫を沸かせているのです。イーライはサヘラントロプスからの隠し用と引き換えにある要求をダイヤモンドドッグズに突きつけてきました。その要求とはビッグボスの遺体、つまりビッグボスを殺害しその遺体を引き渡せということ。自身の悪夢の元凶、憎き父親の亡骸、これを核発射ストップの条件としてきたのです。逼迫した状況の中、奪われたサヘラントロプスの奪還、そしてイーライを含む子供たちの保護を目的にベノムラダイヤモンドドッグスの面々は島へと潜入します。しかしそこにはすでにサイファーの武装組織 XOF の姿もありました。当時指揮官であったスカルフェイスは命を落としていましたが、部隊そのものは死んでおらず、サヘラントロプスを取り戻すためにベノムラに先んじて島へと潜入していたのでした。退治したダイヤモンドドッグス XOF、 そして赤い防護服に身を包んだイーライが乗るサヘラントロプスの全面戦争が勃発。自分の呪われた運命を断ち切り全てを手にするため、ベノムスネークらと壮絶な死闘を繰り広げるのです。ですがベノムの尽力によりイーライは敗れてしまうのでした。
大破したサヘラントロプスから這い出すイーライを始末しようと XOF が迫ります。イーライを死なせるわけにはいかない。爆発の衝撃により彼の持っていた視覚障害が顕在化してしまい、その発作で一時的に赤いものが白く見えるようになってしまいます。なおも抵抗し XOF に対して銃撃を続けるベノムでしたが、最後の銃弾が放たれると同時に少年の悲鳴が響きます。そう、視覚障害のせいでベノムは助けようとしたイーライを自らの手で撃ってしまったのでした。幸いにも着ていた防弾チョッキのおかげで一命を取り留めたイーライでしたが、皮肉にもちょうどその時期に彼の生態は変化し始めており、その体は生態中に蝕まれ始めてしまっていたのです。近づくベノムに彼はビッグボスのクローンとして生まれた自分の決められた定めを変えるために、自分が自分であるためにビッグボスを殺し世界を滅ぼしてやると訴えます。しかし生態中が発症してしまってはもう助かる術は残っていません。ベノムは立ち去る際、お前は立派な兵士だ、自分を責めず俺を恨めと言い残し、一発の弾丸を残した銃をイーライの元に残し去っていくのでした。ベノムを撃つか、寄生虫に侵されてしまった自分を苦しみもがき死ぬ前に撃つか、イーライが選択を決断したその時、彼の前にサイコマンティスが現れます。何でもできちゃうマンティス君。彼はイーライの喉に手をかざすと、その能力で彼の喉から生体中を除去してしまうのでした。命をつなぎ止めた彼はマンティスの手を取り、生体中の駆逐をするために焼き払われた島を後にします。まだだ、まだ終わってないという言葉を残して、その後のイーライは1990年代、10代の若さで湾岸戦争に参加。イギリスの秘密情報部 SIS の工作員としてイラクに潜入。数々の任務で活躍しましたが、捕虜となってしまいます。自力で脱走したイーライは消息を絶ちますが、後に米軍に救助され、2000年には CIA 管轄の特殊部隊、フォックスハウンドにソリッドスネークと入れ替わるように入隊。ここで彼は、リキッドスネークのコードネームを与えられるのです。元来の類まれなる戦闘センスも相まって、その実力を買われた彼は同部隊のリーダーに就任、少数精鋭の新生フォックスハウンドを編成します。当時のメンバーはリキッドスネークをリーダーとしたリボルバーオセロット、天才女狙撃手スナイパーウルフ、巨眼のシャーマンバルカンレイブン、変装の達人デコイオクトパス、そしてハエの王国の一件で彼を助けたサイコマンティスの5名。そして2005年、リキッドは再び動き始めます。この頃、フォックスハウンドのメンバーであったリボルバーオセロットが彼の参謀的存在となっており、その助言もあって目をつけたのが、アラスカの孤島、シャドウモセス島にある核兵器廃棄所で極秘裏に建造されていた新型のメタルギア、通称メタルギアレックス。アメリカ陸軍及びダーパー、そしてアームズテック社が共同で開発した核搭載二足歩行戦車であり、オタコンことハル・エメリッヒが設計した悪夢の兵器です。リキッドはフォックスハウンドと彼らが率いる次世代特殊部隊と共に島を占拠、メタルギアレックスを奪取します。現役の特殊部隊による大規模な核ジャック、さらに彼はレックスからの核発射と引き換えにある要求を米国政府に突きつけたのです。ビッグボスの遺体、そう、あの時と同じ、少年時代に自らの王国を築き上げ、サヘラントロプスの核発射と引き換えに要求した内容と同じです。幼き頃から自身の生まれを呪い、父であるビッグボスを撃つことを目指していたリキッドでしたが、この時点ですでにビッグボスはソリッドスネークによって敗れており、彼の悲願は達成できずにいました。そこで彼はビッグボスの意志でもあった兵士たちの楽園、アウターヘブンを実現し、
親に成し遂げられなかった意志を実現させることで親を超え、彼への復讐を果たすという歪んだ感情を持っていったのです。ビッグボスの遺体を要求し、シャドウモセス島を占拠、その場をアウターヘブンとし、自身のような存在を作った憎むべき世界そのものを相手取ろうと目論んだわけです。事態を重く見たアメリカ国防長官ジム・ハウスマンは、特殊部隊フォックスハウンドの元司令官ロイ・キャンベル大佐を作戦司令官に任命。アラスカで隠居生活を送っていた我らがソリッドスネークを召喚、単独潜入任務を命じました。リキッドは同じ血を持った兄弟である兄弟ソリッドスネークを倒すことをも目的とし、直接の死闘を繰り広げます。その一方、部下のリボルバー・オセロットがダーパ局長の詩吟とドナルド・アンダーソンを拷問の最中に殺害。彼が知っていた核を発射するためのコードが入力できなくなってしまいます。そこでフォックスハウンドの元サバイバル教官を務め、今回の事件でソリッドスネークのサポート役となるはずだったマクドネル・ミラーを殺害。彼になりすましてスネーク自身にもう一つの核発射コードを入力させるため無線で誘導していました。スネーク、マクドネル・ミラーだ。懐かしいな。マスター、どうして？キャンベルから今回のこと聞いた。サポートさせてもらおう。またオセロットの元上官であるソ連グルーの司令官セルゲイ・ゴルルゴビッチ大佐合流後は、そのままシャドウモセスにとどまることをオセロットに明かしたのです。そしてこの名言、ビッグボスの意志を、今日からここをアウターヘブンと呼ぶ。ビッグボスの意志。ボス、核発射コードを思惑通り入力したソリッドスネークをメタルギアレックスに登場し、今度こそ倒そうとしますが、サイボーグ忍者モライフォックスの妨害もあってメタルギアレックスは破壊されてしまいます。その後レックスの頭上でスネークと直接最後の決戦に挑むも敗れ、17メートルの高さから転落。しかしそれでも生き延びてジープでスネークを追跡した上に追突。横転したジープから這い出して動けなくなっているスネークの命を最後の最後まで奪おうとしますが、発病しないと思われていた人工ウイルスフォックスダイの発作で絶命します。彼は兄弟のソリッドスネークを生み出すために自身のことを劣勢遺伝子を集約させられた予備だと思い込んでいました。そのためにそんな出生の理由を何も知らずに育ち、父親を自らの手で殺め、復讐の機会すら奪ったソリッドに対しても激しい憎しみを向けていたのです。後に皮肉にも優勢遺伝子を集約させられたのは実はリキッドの方であったことが判明しますが、彼がこの事実を知ることは生涯にわたってなかったのです。劇中なぜか極寒のアラスカで上半身裸の上にフォックスハウンドのコートという格好をしている可愛さあふれるリキッド、選手としてはもはや超人的なまでの身体能力と戦闘技術、そしてそれを支える凄まじい執念の持ち主である彼は、この事件でも輸送用の攻撃型ヘリハインド D で戦闘機 F-16 を2機も撃墜したり、メタルギアレックスの頭部から転落しても執念で追いかけ、さらにその後ジープが横転事故を起こしても立ち上がるなど超人的な離れ技の数々を披露しています。さらに近接戦闘術もスネークに匹敵するほどの強さで、個性派揃いのフォックスハウンドの隊員たちからも畏怖されており、内心ではその執念に戦慄していました。幼い頃から自分の人生を憎み続け、父を、そして兄弟をも憎み続け、さらに自身を生み出した世界そのものも憎み続け、復讐だけを生きがいとしてきた以来、彼の悲願は何一つ達成されず、その生涯に幕を閉じます。私にはメタルギアサーガが終焉を迎えた今になっても時折彼の声が聞こえる気がするのです。まだだ、まだ終わってないと。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。